フック船長とクロコダイル。わかりやすいですよね。小田先生がピーターパン大好きなら1話シャンクスがワニに腕を食べられるのもフック船長がワニに食べられるオチからの発想かもしれませんね。小田先生、ピーターパンについてお話ししてますよね。参考にしていると。ココちゃんおそらくピーターパン大好きだと思うんです。黒すぎると、ここにピーターパン要素が詰められている。まずクロコダイル、フック船長の手、ワニに食べられるフック船長、ミホークはフック船長のヒゲと帽子、ゾロとミホークの戦いがフック船長の戦い方をオマージュしてました。バギー、フック船長の部下の花と服、どちらもドジでフック船長を困らせます。フック船長の船の模様も同じ。小田先生の中でこの3人が手を組むことは最初から決まっていたように思えますよね。何が言いたいかというと、ワンピースの初期から彼ら3人にはフック船長の要素が詰め込まれていました。これに早く気づいていれば、この3人が手を組むことも予測できたんです。もし、作中で他にもピーターパン要素を持ったキャラが出てくるなら、そのキャラも今後彼らと手を組む可能性が出てきませんか？誰か思いつきますか？まずこちら、逃げる自分の影です。モリア。そして他にもこちら、ドクロ岩、黒ひげの拠点、モリアと黒ひげ。しかも直近でモリアは黒ひげのとこにいましたよね。確証はないですが、もしかしたら黒すぎるどとこの2人も手を組むという線で小田先生はストーリーを進めているのかもしれませんね。フック船長周りからもう少しこの先のストーリーを予想すると、フック船長は二人の女の子を捕まえようと、これちょっと待って待って。わかったわかった。ちょっと待って。フック船長は二人の女の子を捕まえようと試みます。タイガーリリーとティンカーベルです。タイガーリリー。アマゾンリリーですよね。そしてティンカーベル。魔法の粉を出す妖精です。この魔法の粉は不老不死の力を持っている。不老不死といえばオペオペの実なので、ロウを黒ひげが捕らえるっていう線もありますけど、ティンカーベル、不老不死の魔法の粉を出す妖精の女の子、これワンピースにもいますよね。愛と情熱と妖精の国にいる。マンシェリー、チユチユ、涙をかけたら何でも治す妖精ですよ。ティンカーベルをモデルにしている気がしてます。どちらも金髪ですし、マンシェリー初期設定ではかなりツンツンした妖精。ティンカーベルいつも怒ってますもん。このマンシェリーの説明まで完全に一致。このティンカーベルを助けるレオはピーターパンに見えてきません？ちょっと似てますよね。まあ、どこまでオマージュ、モデルにするかは小田先生次第ですが、何々ランドってのもネバーランドっぽく聞こえてきます。なんで今回こんな話をしているのかというと、実はワンピースに登場する海賊たち。海賊たちが持つピーターパン要素。ちょっと変で、主役のピーターパンじゃなくて、フック船長に関係するものなんです。単に海賊がテーマの作品だからフック船長側をモデルにしてるのかなと思いきや、どうやらそれだけではなさそうなんです。ピーターパンとフック船長、フック船長側の要素を海賊たちに持たせていますが、実はピーターパン側の要素を世界政府に持たせているんです。ピーターパンはずっと子供なんです。大人になれない。
世界政府、犬様子供っぽいですよね。セラフィムという子供たちも連れています。ネバーランドでは年を取らない。ピーターパンのパンってなんだか知ってますか？ギリシャ神話の神パンから来ています。またギリシャ神話か。ピーターパンのモデルになったこのパンという神、ヤギの神なんですよね。海軍のトップが連れてますね、ヤギ。パンっていうのは神です。パンが神を表すわけですから、ロウの嫌いな食べ物がパンなのも納得です。パニックの語源もこのパンからですが、イム様と対比で描かれているであろう子供のシュガーにもパニックという言葉を当てているのは偶然でしょうか？空島で神の声が聞こえるおじいさんもパントリでしたね。エネルの神体もねえってヤギのように泣いてるのさすがにおかしい。このように政府側にピーターパン要素、海賊側にフック船長要素を詰め込んでいる。ワンピースの世界、実は正義と悪が逆みたいなとこありません？一般的には世界政府が正義で海賊が悪だけど、ワンピースでは海賊が正義で世界政府が悪って感じですよね。実はこれも完璧に辻褄合ってるんです。ピーターパンファンの間では有名な面白い話があります。小田先生なら知っているでしょう。ピーターパンがいるネバーランドには大人がいない。なぜ子供しかいないか知ってますか？子供たちが大人になる前にピーターパンが全員殺してるからという話があるんです。生き延びた唯一の大人がフック船長たち。フック船長がしつこくピーターパンを追いかけて倒そうとしているのは、仲間をピーターパンに殺された恨みがあるからって話です。実はピーターパンが悪でフック船長が正義なんですよね。って感じで、小田先生がこれまでに披露してくださったパターンに基づくと、ピーターパンから黒ひげの今後を予測することができるんですね。もちろん黒ひげはフック船長だけというわけではないです。以前話したカリブの海賊にも黒ひげ海賊団の要素はばらまかれてますし、あとヘラクレスですね。こちらご覧ください。ヘラクレスは超大きな岩を持ち上げてペガサスを連れているのが印象的なキャラです。どちらも黒ひげのとこで出てきました。あとヘラクレスといえば生き返らせる能力者。あとみんなが大好きなケルベロスなんかも出てきます。あとは黒ひげといえばやっぱり黒ひげ危機一髪ですよね。このカリブーが黒ひげ危機一髪っぽいなと思ったんです。小田先生、ワンピースで黒ひげ危機一髪要素も書いてる。だったら黒ひげにも何か要素を持たせるかなって。黒ひげ危機一髪、眼帯つけてますよね。眼帯？みんなが気になってる作中最後に登場する予定の眼帯の海賊ってやつですね。このマーシャル・ディ・ティーチ自体に何らかの黒ひげ危機一発要素を持たせてたら、もうこいつに眼帯つけさせるなと思って探してたんですよ。そしたら周りに3人のキャラいるじゃないですか。この子の名前はトリ、この子の名前はマキ、おそらくトリマキですよね。そして最後、このキャラの名前キキパツなんです。